侍ジャパン内定。中日、根尾明投手、23、が井端ジャパンのセーフティーネットとなる。カーネクスト、アジアプロ野球チャンピオンシップ2023、11月16日開幕、のバックアップメンバーに内定した。17日、中日球団が明かした。竜のメンバーとして岡林、石橋に加えて、清水達也投手、23、も選ばれた。備えあれば憂いなし。万が一の事態を救うピースに根尾の名前が挙がった。根尾は今季先発転向イヤー。2戦で計12イニング3分の2を投げて、被安打9、自責1、防御率0、71。根尾清水来たか。根尾は先発の予備ってこと。誰か離脱したらそっから参加やな。WBC の宇利山崎みたいな。どんな形でも内定決まって嬉しいな。清水はわかるけどほぼ実績ない根尾もか。まあ期待値込みやろ。お助け侍ってなんか草。井端も粋なことするな。根尾見れたら正直めちゃめちゃ楽しみ。11月16日からか、もうあっという間やろな。おめでとう、根尾は期待大きいな。